第58回グラミー賞は2016年2月15日にカリフォルニア州ロサンゼルス市のステープルズセンターにて受賞式が行われた。司会は LL クール J が2012年から引き続き担当した。本年度の受賞式までに死去したモーリス・ホワイトやグレン・フレイ、デビット・ボーイ、レミー、BB ・キングのトリビュートライブが行われた。また2016年度の ミュージケアズ・パーソン・オブ・ザ・イヤーを受賞したライオネル・リッチーと豪華アーティストによるパフォーマンスも披露。舞台、ハミルトンの出演者によるアレクサンドル・ハミルトンはリチャード・ロジャース・シアターからの中継で披露された。受賞は各部門最上段に太字のもの最優秀レコード賞最優秀アルバム賞、最優秀楽曲賞最優秀新人賞最優秀。 ポップソロパフォーマンス最優秀。ポップデュオ。グループパフォーマンス最優秀。ポップボーカルアルバム最優秀。トラディショナル。ポップボーカルアルバム最優秀。ダンス録音最優秀。ダンス。エレクトロニックアルバム最優秀。ロックパフォーマンス最優秀。メタルパフォーマンス最優秀。ロックソング最優秀。ロックアルバム最優秀。オルタナティブミュージックアルバム最優秀。R&B パフォーマンス最優秀。 トラディショナル R&B パフォーマンス最優秀 R&B ソング最優秀アーバンコンテンポラリーアルバム最優秀 R&B アルバム最優秀ラップパフォーマンス最優秀ラップサングコラボレーション最優秀ラップソング最優秀ラップアルバム最優秀カントリーソロパフォーマンス最優秀カントリーデュオグループパフォーマンス最優秀カントリーソング最優秀 カントリーアルバム最優秀ニューエイジアルバム最優秀インプロバイズドジャズソロ最優秀ジャズボーカルアルバム最優秀ジャズインストゥルメンタルアルバム最優秀ラージジャズアンサンブルアルバム最優秀ラテンジャズアルバム最優秀ゴスペルパフォーマンスソング最優秀コンテンポラリークリスチャンミュージックパフォーマンスソング最優秀ゴスペルアルバム最優秀コンテンポラリー クリスチャンミュージックアルバム最優秀、ルーツゴスペルアルバム最優秀ラテンポップアルバム、最優秀ラテンロック、アーバンもしくはオルタナティブアルバム最優秀、リージョナルメキシカンミュージックアルバム最優秀、トロピカルラテンアルバム。ありがとうございます。